皆さんこんにちは、 DDR 池袋店の前田です。今日はですね、世紀の一戦始まります。はい、なんとですね、3台、バトルになるんですが、ドライバーがですね、根本選手に、なんとゴールドカード保持者2名、トム0303さんと、あとリアルディ亮さんですね、のこの3名でバトルしていきたいと思います。はい、場所はですね、DTM のコースで、ザンクトポルトで、マシンは DTM となっております。で、今ですね、一応レース始まったんですが、今日はね、ローリングスタートでいきたいと思います。はい、ローリングスタート、ですね、まあ画面上は7周になっているんですけど、1周はちょっとフォーメーションラップで、で、1周目のね、スタートで、まあ、ローリングスタートしていただいて、レーススタートと、順位はですね、トムさん、根本選手、BRD 両選手、はい、という順番でね、スタートしていきたいと思います。いやー、これはね、もうどういう勝負になるか見ものですよ。はい、かなりハイレベルなんで、はい、でね、アシスト、ローハイミディアムで、今日やらせていただいて、パドルシフトでね、いきたいと思いますので、よろしくお願いします。でね、このザンクトポルトっていうコースなんですけど、なかなかね、コースがうねっていて、でかなり低速コーナー、中高速コーナーもね、入り混じっていて、すごくね、面白そうなコースなんですけど、難易度高めですね。はい、まあレースでは相当抜きどころ満載なコースだと思いますので、これはね、ちょっとオーバーテイク合戦も見ものですね。はい、さあ、第3セクターにね、入ったので、そろそろフォーメーションを、はい、整えていただいてね。はい、さあ、これね、最終コーナーからね、見ものですから、どこでね、ちょっと速度を上げていくかね、ちょっとそこも見ものですからね。実際と違ってセーフティーカーいないですからね。はい、さあ今先頭のトム選手が最終コーナーを今終えて、もう完全に加速している。さあ、このままね、さあ今レースがスタートしました。さあ、全6周のね、レース、さあこれはね、なかなか、おっとトム選手、いや、安定したコーナリングですね、素晴らしい。さあ、後方からはね、根本選手、そして、最後方からは両選手がね、追い上げていく感じですね。はい、おっとトム選手が危ない、これは、おお、今ね、ギリギリでしたね、壁ギリギリとどまりました。はい、いや、やっぱりね、あれなんですよ、ブラインドコーナーが多いんで、非常にね、攻めきれないというか、攻めるとなかなか危ないな。おっと、根本選手がインガーからトム選手を、ギリギリオーバーテイクできない。いや、凄まじい攻防ですね。いや、これね、 DTM コーナリングスピードも半端ないですからね。はい、これはね、相当ですよ。あっと、トム選手の口からやべえという声がね、聞こえましたね。ちょっと今アンダーでしたかね。いや、でもなかなかね、綺麗に、はい、1ラップ目スタートをね、切れましたね。はい、さあ、どこでね、誰が仕掛けに行くか。いや、でもね、本当両選手もすごい、根本選手に対してどんどんね、プッシュをかけていますね。さあ、根本選手もね、冷静ですよね。やっぱ実車でね、レースをしているだけあって素晴らしい。いや、そんな中ね、トム選手さすがですね。このもうめちゃくちゃ速い2人をね、従えてトップをね、今ワンラップ目トップで通過しましたね。はい、いや、タイムもね、33秒686とね、なかなか好タイムを1周目からマークしてますね。はい、でもね、本当にこんなね、この3人がみんな合わさってバトルしてたら滅多にないことなんで。さあ、どうだ、根本選手が、さあ、じわじわとね、近づいてきてますからね。はい、いや、スリップにも入ってますよ、これは。なかなか来てるんじゃないですかね、これは。さあ、根本選手が伺いながら、おっと両選手もね、いい感じにちょっと刺そうとしますからね。あ、両選手が危ない、両選手が、両選手がちょっとリアを流してしまったか。ここでダッシュ来ましたね、いい感じですね。はい、じゃあここでまたレース再開ということでいきましょうか。
さあ最終コーナーを今立ち上がりました。レース再開です。なかなかでもね、3台とも安定していいバトルを繰り広げてますね。本当ギリギリの戦いですね。おっ、この中、さあ両選手が根本選手をいいですね。さあストレートで、さあスリップを使いながらトップスピードを稼いで、今オーバーテイク、アウトから行きましたね。素晴らしい。さあ走行しているうちにね、さあトムさんに、トム選手にね、だいぶ近づいてきてますからね、両さん。さあさあどうなるか、ここから、おっと、あ、トム選手がちょっとアンダー、虫アンダーか。もうそんなところ、根本選手が両選手をオーバーテイクし、さあさらにトム選手に、ね、襲いかかろうとしている。いや、これはこの、いや根本選手怖いな、後ろから見てると本当すごい淡々とね、攻めてきますから。さあこのね、重圧にトム選手耐えられるかどうか。いや、トム選手もね、素晴らしいですね。はい、ほんとギリギリのブレーキングでね、なんとかオーバーテイクを許さない。いや素晴らしい。あ、両選手もね、後ろからね、かなりプッシュしてますね。お、いいから、両選手が入るか、入った入った、素晴らしい。いや、根本選手もね、フェアですよね。いや、これはすごい、サイドバイサイド。おーっと、ここは、あ、根本選手がいいから、さらに抜き返して、おー、素晴らしい、根本選手のオーバーテイク。いや、これは相当オーバーテイク合戦ですね。さあそのね、根本選手と、さあ両選手のね、オーバーテイク。おっと、トムさんが、そんな中、ちょっとコースアウトして、あ、トム選手、抜かれてしまいました。さあ、根本選手がね、さあ今、華麗にオーバーテイクし、トップです。さあ、根本選手がただいまトップ。さあ、トム選手も、おー、両選手がアウトからオーバーテイク。いやー、ツッコミでね、両選手行きましたね、素晴らしい。あー、ここからね、残りあと1周、2周、3周ですかね。3周でどういうバトルか、さあ繰り広げられるか。さあ根本選手ね、トップ独走中ですね。はい、さあかなりね、いいタイムを叩き込んでますよ。まあベストラップよりコンマ5秒早いですからね、すごいな。さあ結構間隔が開いてきましたね。はい、いやーでも素晴らしい。トム選手もね、かなり追い上げてきますからね、これはすごい。いやー両選手もね、じわじわと縮めてきますからね、差を。さあスリップこれついてるんじゃないですか、両選手。あ、ついてますね、ついてますね。素晴らしい、いい感じに近づきましたね今。さあトム選手もね、さあなんとか離されないで、さあこのまま。いやーすごい、これはちょっと今ね、あの両選手と根本選手の完全に一騎打ちのバトルになってますね。さあここで、さあホームストレート、スリップに BRD 両選手が入って、あー、ただね、ちょっとセッティングの影響もあってトップスピードがあまり伸びない。いやーこれはなかなか抜くのには結構大変そうですね。さあコーナーでね、さあ素晴らしい追い上げを。お、根本選手がちょっと体勢を乱した、大丈夫か。大丈夫そうですね。はい、全く問題なかったみたいですね。いやーすごい、完全にパステストラップを刻んでますね今。先ほどのね、あの周もね、30秒台でのパステストラップなんですが、この周もね、またコンマにセクターまで縮めてるんで、いやーこれはすごいな、これハイレベル。あ、ちなみにね、3人ともこれコース初見です。はい、さっきね10分間の練習をしただけで、あの皆さんね、このコースに全く慣れていない状態でのバトルになってますので、あのどれだけみんながあのレベルが高いかっていうのが伺えますね。はい、もう常人レベルではないですね、完全に。さあここで両選手が、さあいい感じに、もうだいぶ近いですね。はい、いやーでも根本選手も全くミスしませんね。もう安定して速くて、もう全然隙がないですね。いやすごいな。さあホームストレート、ここでまたスリップについてね。さあどうか。いやーいい感じに追い上げてますよこれ。さあ1コーナーどうだ、ブレーキングで。いやーいいツッコミですね両選手。
さあファイナルラップに入りました。皆さん、さあ世紀の一戦ね、もうファイナルラップですからね。さあここでね、どういうドラマが生まれるか。さあもう完全にねガチガチですね皆さん、はい、超本気モードですよ。さあ両選手、根本選手を最後にオーバーテイクできるのかどうか。さあここで根本選手がこのまましっかりと位置をキープしてゴールするかどうか。さあ第2セクターのね今中盤ですね。さあ回り込んだね複合コーナー、おっと根本選手がちょっと煙を吐いた。大丈夫か、アンダーか、大丈夫か。さあどうだ、さあこのまま行くんじゃないか。いやこれはね凄まじいバトルになってますね、はい。さあ第3セクターにね、さあここのコーナーで今入りました第3セクター。さあ第3セクターでどういう、おっと根本選手がまた若干煙を、いやギリギリの戦いですねこれは。さあこれはどうなる。さあ最終コーナー、ここで立ち上がりで、お近づいてる近づいてる、ボールの選手。さあどうだ、ここで抜くか抜くかどうか。さあスリップについて、これはギリギリだ。さあ横から、さあ今ゴールゴールゴールしました、お疲れ様です。いやー両選手最後素晴らしかったんですけどね、追い上げが、いやギリギリ届かなかったですね。あと本当数センチっていうところでしたね。1位根本選手、2位両選手、そして3位トム選手というね、いやすごい戦いでした。いやいいバトル見れたな。はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、じゃあ本日ね、あの世紀の一戦をバトルしていただいた、こちら ERD 両選手とこちら根本裕樹選手にお越しいただいております。はい、本日はお疲れ様でした。ありがとうございます、はい、ね、あのもうトム0303様もね加わってゴールドカード保持者2名と、もう実際にね、あの自社でレースをしているあのフォーミュラーレーシングドライバーの根本選手とのねバトルという、本当になかなか見れない組み合わせのスペシャルバトルだったんですけど、はい、ただね、あの3人ともあの初見のコース、あんまり走ったことないコースで10分間だけ練習をしてあのレースをしたということで、ね、まあすごく状況としてはあの難しい状況だったんですけど、ね、見事にでも3人ともねかなりいいバトルを繰り広げてくださっていたので、しかもハイレベルで、はい、いや本当にすごいですね。すごいのすごいしか言葉が出るから。次回はもう前田さんも加わって。出ていただいて。いっちゃいますか。僕の代わりに前田さんに出ていただいて。もう多分あれですね。スタートで2人ともこういなくなった。あれどこに行ったんだろうなっていう一人旅ですね。間違いない。いやでもどうでした。今日レースしてみてかなり印象深いバトルシーンとかあったと思うんですけど、ね、両選手からどうですか。やっぱ日本にはないすごいバンプなサーキットで、なかなか最初はやっぱりコースから出ないことになりましたけど、なんとか最後根本選手バトルで打ち込めるのが良かったです、ね、最後のねファイナルラップのホームストレートでスリップについて、横からオーバーテイクできそうでできなかったっていうね、もう一周あったら一周もしかったどうなってたかわからないですよね。根本選手はどうでしたか。僕はそうですね、1回ちょっとミスしてコースアウトをしちゃってるので、それだけはちょっと悔いなんですけども、うん、まあ、それ以外はそこから1回目、ね、一番最後に戻って、そこからは順当に1台ずつパスして、まあ、勝つことができたので、そこはすごい良かったかなと思います。さすがコメントもね、もう本当に、まあ、リアルですよね。リアルで走ってるから当然なんですけど、結構もうガチでしたね。ガチガチリスタート後からもう本当に1人で黙って黙々とこうやって後半はね、すごかったんですよ。この闘志むき出しで、はい、いやぜひトムさんもぜひ聞いてください。あ、もうトムさん、そう、どうでしたか。どうでしたか。もう、他、3人、早い、めちゃくちゃ早いんで、もう抑えるので、精一杯ですね。あとコース内にとどまるので、精一杯ですね。本当に、一緒に、できてよかった。いやトム選手もすごかったですよ。前半 の, 2台を従えてうまくレースをコントロールしていた、いやかっこよかったですね。あとでじっくり見ますぜひ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 、はい、すごい抑えられちゃってましたから ね、いや巧みでしたよ、はい、次もまたの機会があるからぜひよろしくお願いします。はい、というね
3名でのバトルでした。いやもう次回もね、ぜひこうね、ゴールドカード保持者の方とできれば僕もね参加してレースしていきたいと思いますのでぜひぜひこちら YouTube 動画の方皆さん期待して次回もご覧くださいね。はい、今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは皆さんさよなら。さよなら。はい、皆さんご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。 PC の方こちらの画面をクリック、スマホタブレットの方動画概要欄、リンク先より登録の方よろしくお願いします。それでは皆さんのご来店心よりお待ちしております。それではさよなら。